何？じゃん。可愛い牛だね。ネズミだけど。あ、ごめん。うん、全然大丈夫。書道教室の先生がさ、勧めてきて、先週から始めたの。いいね。ドル君、具合は？つばめちゃんが毎日来てくれるからかなり良くなっててさ、もうすぐ松葉杖になれるっぽいんだよね。本当に？じゃあ番長も弾けるようになれるかもしれない。よかったね。つばめが出会ったのは謎の老婆星バー。後悔つのはな、行動してからしろ。星バーが教えてくれた人生で大切なこと。ありがとう。宇宙で一番明るい屋根。しぶとく生きろ。